和紙下町探偵団源さんです。今日は亀沢だね、江東区じゃねえ、墨田区から亀沢に来てるのだ。下町ハンバーガーです。はい、とうとう出てきましたね。シェイクツリーに今日は行きます。シェイクツリーって言うとさ、ワイルドアウト、肉で肉を挟んだやつ、あれがちょっと話題になったけど、実は私食べたことないんだよ。なので今日食べてみたいんだけど、あれ夜メニューだったかな。まあいい、行ってみよう。ここの角ね、昔すごい並んでたんだけど、最近あんま並んでないんだよな。あと不思議なのは、今夕方の4時5時ぐらいなんだけど、こんな時間でもやってる。帰ってみよう。洒落た感じだよね。なんかね、わしもね、もう一個よく来てるらしいんだけど、しかもね、カウンターでビールだけ飲んで、ハンバーガー食べないんだって、変なやつ。もちろん時間帯もあるんだけど、なんだろうね、行っちゃったのかな。ブーム去ったかな。でも日曜日はそれでもやっぱ混んでるな、外から見てると。ちょっと一時期はよくテレビとか出てたしな。今はもう飽きられちゃったかな。飽きられたって言うと言葉悪いけど、また新商品開発したらどうかね。あ、これ面白いね、蜘蛛の巣みたいなね。よく見るとみんな蜘蛛の巣みたいな演出っていうかデザインなんだね。微妙だね。面白いけどちょっと不気味なというか不潔なイメージも感じちゃうね。来たよ来た。すごいね、現物見るの初めてだよ。本当に肉で挟んで、中は何、肉の間は野菜、トマト。どんなんかね、食べてみよう。ナイフォークがあるってことはナイフォークで食べるのか。これやっぱハンバーガーじゃないね、やっぱ違う食べ物だね。バンズがないってやっぱちょっと変わった感覚だね。これがこれでうまいんだけどね。肉汁がすごいね。トレーに置いたらバンバン溢れてたよ。なんかな、でもうまいよ、うまい。ハンバーガーだって思っちゃいけないんだよね、そもそもね。ナイフォーク使うの忘れた。もう食べ終わっちゃうな。あとはポテトだけだね。でも美味しかったよ。
なんだろうな、やっぱりなかなか経験できない不思議な食べ物っていう感じかな。感想です。はい、ごちそうさま、美味しかったです。ということで、下町ハンバーガーシェイクツリーを届けさせていただきました。これでいいのだ。